こんにちは。東京リベンジャーズ2 YouTube 企画リベンジファイナルということで、まさかのですね恥ずかしい限りなんですが、おかわり実施でございます。公開から2ヶ月が経ってですね、血のハロウィン編興行収入、合わせて、はい、前編後編合わせて50億突破目前というところでですね、本当に応援していただき誠にありがとうございました。なんでこうね、あのおかわり YouTube があるのかと。はいはいはい、帰ってきた男がいるんですよ。すごいじゃない。我々と一緒に舞台挨拶もね、この後実はあるんですよ、ね、舞台挨拶出たいと言ってくれた、ありがてえ回です彼が。ということで、カズトラこと村上虹郎、お帰りなさい。ただいま。お帰りです。失礼します。初登場じゃん。初登場、大変長らくお待たせいたしました。ね、めちゃくちゃ緩い YouTube 企画を毎回やってたわけですよ。なんとなく知ってます、知ってます、そのフルフルでは見たことないですけど、これやってたんですけど、初登場、お久しぶりです。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 いやいや、もう聞きたいこといっぱいあるんですけど。本当か。まあね、連絡取ってたりするから、たまにね、たまに。まあ一旦ちょっといただいてる質問案を、はいはいはい、虹郎に投げていくみたいな。なるほど。やっていこうか。はい。なるほど。全部僕向けのみたいな。もう全部全部全部。そりゃそう。だからもう聞かれすぎた。確かに確かに確かに。聞かれすぎた。話嫌というほどね。そうよ。確かに確かに。じゃあ、好きな食べ物なんですか。食べ物ね。改めてね。おこわ。おこわだ。おこわ。栗とかあるじゃないですか。栗だったりなんか。栗微妙かな。栗は微妙なんだ。あの食べれるけど。うまいけど。おこわだ。もう五目おこわとか。いいですね。赤飯とか。ああ、赤飯いいよね。赤飯。赤飯はうまいわな。そうそうそう。なるほどね。いや、何でも好きよ。肉も好きだし。肉もね。アボカド以外。アボカドがダメだ。アボカドがダメなんだ。そうなんですよ。でもアボカドもなんかこう。味が濃いめのこうバーガーとかに挟まってるのは好きなんです。なるほどね。食感としては好きってこと。でもなんかアボカド好きってやっぱ言ってするじゃないですか、そこにアボカドがドーンってきて、こう揚げ出されると、ちょっと無視しちゃうかな。無視しちゃう。ちょっと目指しちゃうかな。いいやつだよ、あいつも。あいつもね。ああ、やっぱそうです。まあ人によってはね、パクチーとかもそういう類ですよね。ドンと来られると違うみたいな。そうなんです。はいはいはい。パクチーいけるんですね。パクチーいける。そうそう、パクチーいけんだ。なるほどね。じゃあ次は本当にあるそんな。本当にあるんですよ。あるんですよ。12個目にある。あ、本当ですか。12から来たんだ。12から来ました。先にね。まあね、いろいろ書いてありますか。いろいろあるから、まあこれは押さえとこうっていうのは、体はどこから洗いますか。ああ、気になるね。本当にある。気になるね。待って待って、ちょっと一回シミュレーションするわ。お願いしますね。入るじゃん。入りました。入りました。シャワー出して、出してまーね、出てるね、今ここら辺じゃね。あー、いやー、わかる。いやー、そうね、マジでここら辺じゃないですか。なるほど。俺結構ね、右足からなの。あ、右足。足。それは特殊。ちょっと特殊な、やっぱ右手から始まるじゃん、きっと。そうだね。俺もなんか左腕。そうそう、だからこういくってことだよね、いきなり。俺結構座りながら洗うタイプだから。俺も座りっすよ。だからなんか最初のノリで、ノリで行きがちだよね。そうか、特殊特殊だな。俺の方が普通でしたね。あ、本当。そうか、多分ですけど。一般の人、僕もあんまり。人による。人にはよります。ちなみに俺は こうだね。あ、ここからだ。こういくね。少しずつこういく。ああ、なるほどね。緻密にいく。緻密にいく。緻密派だ。緻密派。これはもう、いきましょう。はい。第一印象、三人の。ああ。第一印象。話したことない。そうね。そんなメディアとか。二次とかってもう付き合い長いですから、実は。長いですね。ここはいつですか。俺らは、なんかスペシャルドラマで、何年前ぐらいあれ。結構前だよね。6とかじゃん。そんな前か。前じゃないですか。まあそうかそうか。の時になんか親友役やってて。あ、そうなんだ。そうそう。それ以来だから2回目だね、今回。そうですね。
俺だ、俺多分17の時に、うん、ヒロヤと虹郎と俺で、うん、3人でドラマですよ、うんうん、そこが初めましてで、そう、その時俺今まで会ったことないなんか空気オーラの人だった、虹郎、すごいなんかなんていうのかな、野生児だったね。あ、10代の村上は、そう、村上野生児で、でとにかくなんかずっと音楽が流れてそうな人だった。ああ、日常、確かにそんなやつだったかもしれない。そうだよね。でもだいぶマイルドに言ってくれたよね、きっとね。まあ、だいぶマイルドに言ったね。言ったよね、うん、それ言うとね、英語使えないとかいろいろあったよね。ああ、ジャックナイフだった、ね。でもその回ディストラクションやって、ね、仰げば尊し、やりましたね。やったし、あと虹郎が巻いてた CM の次が俺とかね。あったあった。そうだから今回だからもう4回目とかの共演かな、うん、結構してるね、4回ぐらい、うん、やってる。自分の中では結構最多かな、多分。じゃあ俺はね、まあだからそれこそドラマの時で、うん、まあ、でも確かに野生味はあったよね。うん、俺会って一番最初に言われたのが、いやマジキングダムのエース俺やりたかったわって言われた。らしいね、やばいね、らしいね、らしいらしい、記憶にございません。虹郎の友達はみんならしいね、らしい、うん、でしかもまあちょっと見たい感じもするし、言ってた感じはしたけど、まあでもなんかそういう面もありつつ、なんかこう気を使うじゃん、わりかし優しい人だから、優しい、なるほど、まあ、意外と優しいんだみたいな、うん、ギャップ萌えはありましたね、やっぱり。荒っぽいように見えてみたいな。そう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 、てか自分で言ってた、当時の虹郎、嘘、俺優しいからって。あー、はずいね。香ばしいな。そうそう、友達でみんなで、うん、あの虹郎の周りと集まった。ここカットかな。その俺優しいって言ってたやつ。なんで香ばしいじゃん。なんでよ、そこは嫌なんだ。香ばしさをやっぱ出してから。出してこうよ、10代だから、ね、10代だから、10代だから、10代香ばしくあれよっていう、ね、今やもう我々26、7、そうね、後半ですから。そっか、虹郎から見てどうですか、我々二人は。そうだな、たくみはなんかこんなん聞くことないわ。確かに確かにな。なんか自分が今最初に出てきて言うのもあれなんですけど、ちょっとやっぱ暗めのやつだよ。出会った当初は絶賛暗かった、ね、うん、多分、うん、なんとなく感じたかな、うん、なんか、うん、そうそうそう、絶賛からちょっとやっぱ車に構えてる感っていうか、あー車でしたね、結構あったかなっていう、はい、僕はもう会った当初はまだそんなね、今ほどだって北村匠海というブランディングがもうこんなに大きくなかった、ね、なってなかったから。でももう会った瞬間からそうなるっていうのはもう見えてたから、あ、周りからもうこっちからしてもね、そうそう分かってたみたいなのがあるから、の割に今すれてんのみたいな感覚はあった。あ、なるほどね、うん、なるほど、そうそう、いや、すれてた 100% こいつ売れるのに。なんかすげえなんか やる気なさそうな顔はする。香ばしいな、香ばしい、そうそうそう、片や野生児とね、みんなでもそういうイメージあるんじゃない、片や、うん、まあ俺多分そうだと思う、ね、なんか全てに車に構えてる持ち腐れ感っていう、持ち腐れ、いや、そうよ、あったよね、いや、あったあったね、それ言えるの多分あなたぐらいしかね、こういう場で。あー、そうか、もはや香ばしいね、10代。炎上しない俺。え、大丈夫です。帰ってきて、いきなり炎上しない。帰ってきて、帰ってきて。もう、もう一回引っこもるよ。そしたら。戻ってこらない、多分。そうだよ、ね、大丈夫です、大丈夫。吉澤さん。ザワリオさん。ザワさんはどうですか。ザワさんはね、なんかもともと絶対僕個人だけの主観で見ると、うん、仲良くしてくれなさそうっていうイメージだったんですよ。本当。そう、仲良くはしてくれなさそう、心は開いてくれなさそうみたいな。イメージが、まあ多分そのなんていうんですかね、友達に認定みたいななる、多分幅は多分そんな広くなさそうっていうか、でそれって別に悪いことじゃないじゃないですか、はいはい、僕からするとむしろめちゃくちゃいいことなんですけど、なんか僕のなんかこう共通の知り合いが、お会いする前に、うん、多分仲良くなれると思うって言われてて、うん、だから自分のイメージと言われてることがこうなんていうんですか、こう相反してたから、うん、どっちなんだろうと思って。でもまあほら役が親友みたいな役だったから、わりかしなんていうんですかね、オープンにしてくれてたイメージがありまして、なんかたくさん喋った記憶はないけど、
なんかでもすごい自然体に会話できなんか思ってたよりはあ気使ってんなそう自然体に会話してきたなんか俺の時なんかこいつは車に構えてましたけど、ね、やっぱ先輩なんでそうだねあそうだよなでもほんと全然どんな時だってあんま変わらないっていうかフラットだし、うん、確かになんか変なガードもなければそのもちろんグワッとはもちろん来ないし、うん、そこにずっといてくれる感じが安心感の塊みたいな、うん、イメージはあったのかもしれないそんなのめっちゃわかる、うん、俺も兄弟役何度かやってるし、うん、あそっか、うん、舞台とかもねそれはめっちゃわかるねなるほどね、うん、カズトラのこと聞きますか、まあ、カズトラのことは聞きたい普通に聞きたい、うんうん、トラ案件ねトラ案件トラ案件じゃあトラだった案件カズトラを演じるにあたって意識したことはありますかこれは虹郎くんにどうしても聞きたい虹郎くんのカズトラ最高だったよちょっと文法ぶっ壊れたかな後半思いが溢れてて溢れちゃってましたね本当はねいろんな取材があればいろんな多分話をできたかもしれないですけどなんかこういう場所をねやっと設けていただけたことであれですけどなんかすごく端的に言うと彼だけ重力が違うみたいな彼の周りだけ歪んでしまっているみたいなイメージはあったかもしれないですね。なるほど。うん、なんかもちろんそれぞれがね、それぞれのなんていうんですか、喜びもあれば楽しみもあればやっぱこう悲しみがあるからドラマになるわけで、うん、悲しみなり怒りだったりとかがあるわけで、彼はもうほとんどのねエネルギーがやっぱ負の方向性になってしまってる状態の役なので、うん、過去以外はね。なのでやっぱりカズトラだけではないでしょうけど、でもカズトラが一番あもうおかしいな。でやっぱもう一目見てわからないとダメな役だったのでなんかそういう意識はあったかもしれないですね、うん、なるほどねもう目に見えないものを目に見せないといけないみたいなものっていうか、うん、俺ら二人マジで虹郎の芝居に面食らったからな食らったね、うん、マジその話はマジで結構取材でも二人でしててああそうなん、うん、結構面食らってあらあともうあそこからもう引き込まれちゃってたね前編のさ引きこもり違う引き込まれない、すごいキャッチだねすぐ発揮する違ったなんかあの撮影の順番的に捕まるシーンが初日だったっていうああそうなんそうだね、うん、俺あれ初日はちょっとヤバすぎるぞって、うん、それを知った上で見たから確かに確かにおーっていうしかもまだやるところも撮ってなかったもんねあれそうそう、うん、でも最初の最初やる前とやった後撮って一番最終日にやる時だけ撮ったなるほどよくおかしいね虹郎で始まり虹郎で終わったみたいなね、うん、バジさんとねバジさんと、うん、二人でだそれが最初の方だったっていうのは本当にね、うん、まあ、ケンゴ君に謝られたごめんなスケジュールみたいなそうです別にケンゴ君だけのせいでは絶対ないんだから、まあ、そうだねいろいろ ね, いろいろねやっぱスケジュールさんのバランスもあるだろうし、うん、みんな忙しいからそうだねそうそう集まる瞬間がねなかなか難しいでもまあ無事完成してどうにか前編後編合わせてまあなんならワンも合わせたらねトータル100億近いぐらいの収入、うん、すごいよねたくさんの人が見てくれてすごいパワーですねやっぱねこの後ね本当にラストの舞台挨拶が待ってるんですけども、はい、とうとう時間が来てしまいましたということであらそうですか、はい、とりあえずよかったよいや本当に戻ってきてくれていや連絡は取れてたからねたまにねそう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 、ね、だからあの存在はもちろんずっと感じてとはいたんだけど、うん、いざ目の前にするとね確かに、まあ、やっと揃ったということで、うんはいはい、どうにかどうにかなんか久々にカメラ見たなんかあります？なんかやって終わるか僕からですか、ええ、せっかくですいやいやもうなんかもうそうっすねもうどうにかこの本当はねこの日もないはずの日でしょうけどどうにかこうギリギリ夏休み終わる手前ぐらい、うんうん、間に合えたっていうのはなんかまあ僕の本当になんていうんですかね長かったこう停滞した時間があったんですけどその時の自分からするともう結構奇跡的な状態というか、うんうん、なんかもうずっとここのこの日をこの日が来ればいいなと思ってたけど今日かは分かってなかったし、うん、それより前にねあのもちろん来るべきだったというか、まあ、来たかったしとかあったけど、うん、なんだこうやっぱりね時間かかってしまってどうにか今日という日を
皆さんのおかげで迎えられて感動ですね。いやいや、よかった、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでマジでラストかな、うん、この最後いい、最後最後詐欺をね、もうやめろもう終わらそう、2人はちょっとね、これね、ラストな、ラスト。まあでも本当にありがとうございました。我々は舞台挨拶行ってきますんで、行ってきます、はい、行ってきます。またいつか会える日まで、さよなら。